こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、Amazon 初心者です。Amazon へ出品の仕方の流れが不安です。初心者でも分かりやすい出品方法を教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい。この動画でですね、質問ですね、LINE アットか質問ありましたら、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね、Amazon なんですけど、まずですね、Amazon で無料で出品することができるんですね。で、この際なんですけど、商品が売れてから自分で発送する方です。はい。で、これ実際売れますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。で、その次なんですけど、Amazon 倉庫に預ける方法、FBA ですね。まあ、これAmazon やってるとみんなわかると思うんですけど、だいたい月額4,908円ですね。これぜひかかってしまうので、まあ、ぜひ払うようになるんですよね。はい。まあ、ですが、FBA を利用するとですね、Amazon プライムの特典ですね、音楽とか動画とかね、本を無料で見ることができます。はい。まあ、一部見れないのも実際ありますよね。お金払って見るのも、読んだりね、するのもあるんですけど、まあ、基本的に、ね、Amazon プライムが利用できるので、まあ、非常にお得な特典なので、ぜひね、利用していただければいいかと思います。で、まあ、この詳細なんですけど、わからない場合は、ぜひ、ね、Amazon テクニカルサポートってあるんですね。ここにね、ぜひ連絡してください。で、朝の9時から夜9時ですね。12時間やってます。で、これですね、ちょっと弱点がありますよね。で、Amazon テクニカルサポートはですね、まあ、人によってですね、サポートの上手い人と下手な人います。これ実際私何回も聞いてるんで分かります。で、ぜひね、もしね、合わないサポートをしてる人もいますので、まあ、上手くないね。まあ、すぐにね、まあ、電話切っていただいて、上手い人が当たるようにね、電話していただくようにしていただければ、まあ、人によってグレードですね。知ってる知ってないって分かるんですよ。だからぜひね、そこの部分をぜひね、注意して質問していただければ、まあ、教えてくれますので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル。10万円稼げるマルヒマニュアル。プレゼンします。日経用語スタンプをお願いします。あと、YouTube から質問いざ受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。